恐怖体験心霊中毒。俺は、及川雅夫、26歳、夏の海大好き人間である。それは、去年の夏、友人の坂本雄一、26歳、田中雅彦、26歳、中村のりお、25歳、らと一緒に、とあるキャンプ場に行った時のことだ。まずは夏のキャンプ、超穴場なるガイド雑誌を買ってきて、キャンプ場を探した。都会の雑踏から逃れて、自然と向き合いたいキャンパーにはうってつけのキャンプ場。いつでもどこでも、すぐテントが張れる。いいね、ここなら空いていそうだし。俺がそう言うと、坂本が。人が行かないようなところ、何か裏があるんじゃないのか。と言った。ちょっと見せてみろ。その本。田中はそう言って、ページを覗き込んだ。何々。ただし書きがあるぞ。幽霊が出るという噂あり。まさか。中村以外は、みんな幽霊など信じないたちだ。一瞬中村が眉をしかめたが。幽霊やお化けなんぞ、いると思うからいるんだ。いないと思えばいない。怖がるから、いい気になって幽霊が出てきちまうんだ。恐怖心が幽霊を生むんだ。そうだそうだ。所詮非科学的なこと。屁の突っ張りにもならん。とみんな口々に言った。もし何かあったら、みんな責任取れよ。と中村も嫌々ながら、雑誌に載っていたキャンプ場に行くことになった。3日後の夜明けに、1台の車に荷物を積んで、俺たちはひたすら走った。キャンプ場に着いたのは夕刻の6時だ。広いキャンプ場に、数組のグループがテントを張っているだけだ。この時期どこのキャンプ場も満員なのに、本当に超穴場だ。みんな、すっかり移動で疲れてしまい、晩飯を作る気も起こらなかった。とりあえず今晩はキャンプ場の売店で腹ごしらえをして、テントを張ることにした。キャンプ場の小さな売店には、ハゲ頭の怪しげな親父がいて、店先には古ぼけた自動販売機が1台と、看板の代わりにカレーと焼きそばと書いた紙がぶら下がっていた。なんだよ。何にもねえな。でもまあ、背に腹は変えられねえ。カレーにしとくか。坂本がそう言うと、俺もと、みんなカレーライスにした。すると、店の親父が。あいにく、カレーは3人分でおしまいじゃ。じゃあ、俺は焼きそばでいい。中村だけが焼きそばを注文した。腹ごしらえが済むと、俺たちは早速2人用のテントを2張り作った。作業中に中村が心配そうに言った。本当かな。真夜中に腹を抱えて死んでいくというのは。うさんくさい店の親父の話によると、何でもいきなり腹に激痛が走り、救急車で病院に運ばれるという。そのまま12日間原因不明のままで入院をして、13日目の朝に看護婦が見回りに来たとき、そのまま死んでしまうというのだ。その時はまだ、話のネタができたぐらいにしか思っていなかった。怖がりの中村以外は。やがて夜も更けて、俺と坂本が、田中と中村が同じテントで寝ることにした。坂本と俺が、もうすっかり寝入っていた時だ。田中が、俺たちのテントに飛び込んできた。慌てて飛び起きた俺たちは、顔面蒼白の田中の異様さにすぐ気がついた。おい。なんだよ、どうした。俺は、彼の肩を揺さぶり尋ねた。だが、返事はなく、中村のいるテントの方を見て震えている。こいつ、どうしたんだ。坂本は、怪訝そうに田中を見た。すると、田中は、何か喉に詰まらせているような声で。中村が、やられた。坂本と俺は、中村のいるテントに走った。田中の言うやられたの意味がわかるのに、そう時間はかからなかった。テントの中では、中村が腹を抱えて油汗を額から流している。救急車を呼んで、すぐ病院に搬送してもらった。また、例のキャンプ場だ。これで今日は4人目だ。保健所に立ち入り検査をしてもらわんと。救急車に一緒に乗り込んだ俺は、はっきりと救急隊員同士の話を聞いた。
汚れた手で食材をつかんで料理するキャンパーたち。腹を壊してもおかしくないが、こう立て続けに同じ休館が出たのではおかしすぎる。立ち入り検査の結果、キャンプ場の売店の親父が、売れ残りの焼きそばを、次の日も温めるだけで売っていたらしい。食中毒が発生するのは、当然といえば当然。売店は閉鎖された。入院した患者からも食中毒の原因菌が発見されて、みんな1週間ほどで退院した。中村を除けば。ある朝、看護婦が朝ごはんを中村のところに運んできた。中村さん、病院食にはバイ菌は入っていないから、安心して食べてね。体力がつけば、また元気が出てくるから。入院して、今日で13日目よ。じゃあね。看護婦の励ましが、逆効果になった。中村は震え出して、食事のトレイをひっくり返してしまった。先生。早く来てえ。看護婦の悲鳴が、病院の廊下を走り抜けた。補足。法律で看護婦、看護師から看護師へと名称が統一されたのは、2002年3月です。この心霊中毒は、それ以前に書かれたものです。